皆さんこんにちは、奈良岡莉子です。今回なぜ私がすっぴんかというと、こちらの日本酒のフェイスマスク、こちらをレビューしていきたいと思います。私お酒が大好きで、日本酒も大好きなんですけど、でパックも結構大好きなんですよ。パック系女子なんですけど、まさかのね、菊正宗ですよ。菊正宗のねマスクが出てたんで、ちょっとこれはもう買うしかないっていうことで買ってきました。2パターン出てて、しっとり潤いタイプっていうものと、さっぱりするようなタイプの2パターン、この日本酒のフェイスマスク出てたので、結構乾燥しやすい肌質なので、こちらの潤うタイプの方を買ってきました。結構値段も安くてね、7枚入りでね5、600円ぐらいだったかな。では開けてみます。オープン。うわやばい超日本酒の匂いするんだけどえ、ちょっと舐めてみようかな。うわやば、ん、なんか本当に味も日本酒に覚えてきました。え、これ実際まあ日本酒が配合してる、うん、菊正宗の純米吟醸酒を配合してるから、実際本当に日本酒ですね。香りだけとか成分だけとかではなく、何、あなたは日本酒の匂いに、うん、この下どう、臭いでしょでもちろんまあ日本酒だけではなく、贅沢に配合した日本酒と8種のアミノ酸が潤いを持続させ、しっとりみずみずしい素肌に導きますということなので、まあしっかり美容成分もね入ってるんですけど、やっぱりメインは日本酒というすごいフェイスマスクが出ましたね。で、お、こんな感じでめっちゃ綺麗に畳んであるな。中はすごいよ、形はこんな感じですね。うん、結構大きめで、あと結構柔らかいかな。潤いタイプっていうことではあるんですけど、ベタベタしないです。全然すごいサラッとしてます。ほんと日本酒、匂いはマジでやばい、酔っ払いそうだわ。私どうしたら、ちょっと責任取ってよって言ったら、実際つけていきます。うわめっちゃマジ匂いするんだけど、マジ酔うよこれ。ちょっとお酒弱い人とか大丈夫かなっていうぐらい、あ結構大きいかも。なんかかなり余りますね。私結構顔でかいんですけど余る。はい、つけてみるとこんな感じです。あんまり密着感は正直しないですね。動いてたらちょっと怒ってきちゃいそう。なので、こういう時に使うのがダイソンのシリコンマスクですよね。これをじゃあつけていきましょう。で、この状態で10分から15分程度置いてくださいということなので、まあ、この間にちょっと髪の毛とか乾かしていきたいと思います。はい、ということで15分経ったので、こちらのマスクを取っていきたいと思います。ペロリーン、ちょー、はい、どうですか。うん、こんな感じです。で、この残ったこの液をちょっとこの肌にねペペペとなじませていきます。あーめっちゃいい匂い。あー酒飲みた、あー飲みたい。これで手でなじませていきます。お、結構ねもっちりしてる、柔らかくなった気がするぞ。ちょっとわかるかもしれない、こう吸い付く感じが若干ある。でこれだけ、この上から、普通にいつも通り乳液をのせて終了です。そして今乳液をつけ終わってスキンケア終了ということなんですけど、どうかな、なんか結構潤ってる気がする。いつもこんなにねピカピカにならない。男性でも、まあ、肌荒れだったり肌の乾燥が気になる方でパックをする方ってね意外と多くいらっしゃると思うんですけど、これ男性にもおすすめかも。だしね、何より日本酒の香りがもうなんかねテンション上がって、なんかつけててとっても楽しい気分になりました。リピート買いしそうな予感です。はい、ぜひ見つけたらチェックしてみてください。
ということで、最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録やツイッターのフォローなんかもしてみてください。奈良岡ニコでした。バイバーイ。